idea! とっとと終わらせるぞ。任せて。任せろ。ふん。甘いってろ。行くぞ。よし。私の番だ。よし。私に続け。了解。私の番ね。行くわよ。くらいなさい。よし。任せておけ。戦場を借り、自分の体も発動できる。
戦場岡田君、つまむ体も厚なわけ。私の番だ。ありがとう。よし、これで決める。よし、私に続け。了解、了解。ライサー
よし。俺の番だな。
私の番だ。貴様らもう許さんの番だ。おお、食らうがいい。ジャスティスハンマー、行くぞ。やっ、ありがとうございます。
ではいい。私の番だ。よし、私に続け。了解。了解。アイサー、俺の番だな。次。任せて。俺の番だな。ではいい。俺の番だな。さあ行くぞ。よし、私に続け。了解。了解。さて、赤城に信じる戦の草の奥、つまむほども発射け。私の番だ。エニグマ駆動。私の番だ。みんな頑張って。ありがとう。サンク。ではいい。任せろ。赤きゅうりに信じ戦の草の奥、つまむほども発射け。足が薄いな。おっしゃ。ああ、私の番だ。よし、私に続け。了解。了解。アイサー。お、
るじゃん。よし、それ俺の番だな。赤き夜に侵し、戦場を奪うか、つまむほども圧をかける。行くぞ。私の番だな。エニグマ駆動。
任せてくれ。えいや、俺の番だな。赤き夜に信じ、戦の裏番組ツバンカども初だけ。
先制可能。始めましょう。大丈夫？チャンスだ。ロイドさん、行きます。行きます。いつでも来い、来い。オメガストライク。よし、もう大丈夫だ。始めましょう。大丈夫？チャンスだ。よし、畳みかけるぞ。え、オッケーです。アイサー。そう。確か、そこ。ふん。私の番ね。さてと。ジオ、ジオ、行くぞ。承知しました。しました。敵発見、強制排除する。気合を入れろ。よし、任せて。やっ、はい、そこです。任せてくれ。私の番だ。私の番です。そこです。よし、ジオ、ジオ、行くぞ。承知しました。話した。
へえ、豪勢な部屋じゃねえか。さすがにあの議長の部屋ほどじゃねえけどよ。まあ、あれと比べたらな。で、やべ、ランディさん、迂闊です。何を今さら焦っている。シュバルツオークションについての経緯などとっくに聞いている。一家としては長年狙っていた獲物を横取りされた気分だがな。それはともかく、やはりここが会長室みたいですね。どうやらルバーチェ商会の中は一通り調べ尽くしたようですが。ああ、結局マフィアは一人も残っていなかったし、失踪者もここにはいないようだ。何か手がかりがあるとしたらこの部屋以外にはありえん。時間が惜しい。全員で手分けをして調べるぞ。はい。さぞいろいろなものが見つかりそうですね。例のシュバルツオークションの目録があるわね。入手経路から落札者に至るまで詳細にまとめられているけど、あの怪盗 B が盗んだという希代の名画まで扱っていたなんて。これが公になったら周辺諸国でも大騒ぎになりそうだわ。クロスベルの政財界との贈収賄リストがありますね。例の議長さんだけでなく、帝国派議員、局長クラスの役人、さらには警備隊の司令ですか。逆にいくつかの企業からは暴力でトラブルを解決することで多額の謝礼を受け取っていますね。ピッキングツールで解除するのは難しそうだな。となると部屋の中を探してみるか。武器の密輸ルートに関するファイルがあるな。俺の知ってるルートもほぼ網羅されてやがる。ガルシアのおっさんの両兵時代の人脈ってところかね。ここにあるのは密貿易に関するファイルか。おおよそ把握してたとはいえ、ここまでの規模だったとはな。正式な令状があれば確実に禁錮100年は食らわせてやれるのに。さすがに高そうな酒ばっかりだけど、ひょっとしたらビンゴ。手下たちが間違っても触れそうにはない場所。ま、定番の隠し場所だよな。よし、開いたか。いくつかファイルがあるけど、どれどれ。あった。やはりマフィアが薬物、そしてグノーシス、例の教団が作った薬物か。一体どういう関係が。あれ、宝箱の隅に何か。これは警察の。え、失踪した市民たちは全てリストに記載されていた。これでマフィアが薬物を広めた裏付けは取れたわけだ。そして例の教団が作ったというグノーシスというか。一体どうしてマフィアはそんなものを。入荷リストによると何者かの提供を受けているのは間違いなさそうだけど、やはりその人物が教団関係者なのかしら。間違いないだろう。書類によると数年前から付き合いのある人物みたいだな。軍用犬に薬物を投与して簡単にコントロールする技術なんかも提供していたらしい。なるほど。軍用犬を訓練するのは両兵団でもかなりの手間がかかる。あれだけ大量に使ってたのはちょいと違和感があったんだが。全てはその教団関係者が協力していたというわけか。しかし一体何者だ。やり取りの頻度から見てクロスベルの人間であるのは間違いないよ。
わかりません。ですが、失踪者たちの行方も、マフィアたちの不在の理由も、すべてはその人物が握っているのではないかと思います。私も同感です。おそらくあの青色の錠剤は数年前に使われていたグノーシスの改良版。その人物が完成させてマフィアに提供したのでしょう。ティオちゃん、大丈夫だ。俺たちがついている。もう二度とティオに悪夢は見させない。ロイドさん、まあどうやらぶちのめすこと確定の下道みてえだしな。しかしそうなるとどう炙り出すかが問題か。そうね、人手が圧倒的に足りないわ。消えたマフィアへの対処と失踪者の捜索に加えて空港の爆破予告もあるし、上層部の圧力がなかったらなんとかなったんでしょうけど。まさか警察局長までもが完全に取り込まれていたとはな。そうでなければ全警察を挙げた対策本部を設立できた者を恥を知るがいい。警察の面汚しが。ダドリーさん、提案があります。遊撃士協会に協力を要請しませんか。おお、その手があるじゃねえか。バカなことを言うな。そんなことをしたら警察内部の恥をギルドに暴露することにも。仕方ないでしょう、警察全体のツケなんですから。見て見ぬふりをしていた俺たち全員の責任です。恥くらい甘んじて受けるべきではありませんか。確かにこうしているうちに失踪者たちがどんな目に遭っているか分かりませんし、消えたマフィアどもが何をしでかすかも分からねえよな。もう対面を気にしている場合ではないと思います。セルゲイさんもとんだ部下どもを集めたものだ。いいだろう。ギルドとの交渉はお前たちに任せた。私は私で上層部の目を盗んで動ける人間を一課から確保しよう。場合によっては二課からの協力も得られるかもしれない。ダートリーさん、感謝します。引き入れてくださって。勘違いするな。現状ではそうする以外選択肢がないというだけだ。それよりもバニーズ、そのバッジのことはいいのか。傷ついた警察気象。本当にお前の兄貴のバッジなのか。ああ多分そうだと思う。ティオも見覚えがあるんじゃないか。はい、多分例のロッジ制圧の時についた傷だと思います。勲章だって言ってました。なるほどな。道理でうるさく言っても新品と交換しなかったわけだ。ダドリーさんは兄貴と同僚だったんですよね。兄貴が捜査一課に移ってから。まあな、正直一課の水には全く合わない男だった。強引かつ無鉄砲、独断専行ばかりが目立って、私とは特に反りが合わず事件をめぐって衝突ばかりしていた。だが優秀な捜査官だったのは一家の誰もが認めていた。もちろん私も含めてな。ダドリーさん、奴が殉職した時、私たち一家の人間の喪失感は予想以上のものだった。反りは合わなかったが、どこか奴の破天荒な行動力に期待していたところもあったんだ。必死になって犯人を探したが、結局手がかりは見つからず。すまない。お前には辛い思いをさせたな。よしてくださいよ。単独捜査をしてた兄貴にも問題はあったみたいだし、そんな風に兄貴の死を受け止めてくれていただけで、俺としては十分です。そうか。しかし、ここに来て改めて容疑者が浮上したわけだ。
もちろん当時からもその可能性は疑われていたが、これでやっとお前も兄の無念を晴らすことが。いえ、今は兄貴のことはいいんです。それよりも解決しなくてはいけない問題が山ほどある。それを片付けてから考えます。ロイドさん、本当にもう生真面目なんだから。まあそれがこいつのこいつたるゆえんだろう。分かった。それでは今はお互いやるべきことをやるとしよう。あの尺に触るくらい破天荒で前向きだった男に負けないためにもな。はい。